肉親チャンネル始まるよ。はい、皆さんおはようございます。肉親チャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、試験場に練習に行きたいと思います。ね、試験場っていうのが土日はね、フリーで練習できるようになっています。乗用車に限るのかな、乗用車に限るんですよね。なので実際に大型特殊をそこで使って練習することはできないんですけども、まあ、本番を想定して乗用車でね行って、その動きとかそういうものをねしっかり確認していきたいなと思っております。天気もいいですね。ちょっと暑くなってきます。笑顔で安全運転で今日も出発です。自動車学校に行って、そこからね待ち合わせをして、みんなでね他のメンバーと一緒に乗っていく感じになります。はい、危ないね。後ろ見てるのかな。よいしょ、到着。教習車で120キロっていうね、問題ないですから。ここはそうですね、はい、教習車でも120キロ出せるわけですからね。ここに付いてる、まあ、114キロしか出てませんよ、まだ。あ、ちょっと誤差がありますね。そこちょっと誤差がありますんで、一応そこで120を見た方がいいですか。いや、OK ですよ。一応これ120キロですね。教習車で、誰か止まってます。あ、危ない。あ、低い、入ってる。今日休みなんじゃないですか。いや、大丈夫ですね。日中は絶対にいますので。練習はフリーなんですか。フリーです。バイクとか持ってきて勝手に走ってもいいんですか。大丈夫です。あ、そうなんですね、はい、今度それやろうか、ね、涼しい。持ち込める車両は大型とかも持ち込めるんですか。ダメです。それは持ち込めない。乗用車かバイク。乗用車、バイク、準中まで良くなりました。準中型は OK ですね。 OK です。バスはどうですか。バスはダメです。はい、だから大徳とかも、はい、大徳だけです。4番もさ、他の車両はこっちにしか行かないんですけども、はい、大徳はこっからこの5番からスタートします。いや、やっぱりこの辺分かる。そうですね、短いですね、うん、ブレーキ踏んでシートの位置、ハンドル、はい、ミラー位置に確認、はい、シートベルトしましたと、はい、では、リバースになってるはずですので、はい、ニュートラルにして最後に引いてあるか確認、はい、エンジンかけます、うん、ですね。で、バケット、はい、いつも通り、はい、この状態でいいので、バケット左よし、ウィーウィーウィーと5センチ上げましたという感じです、はい、では、ギアです。 F にしていただいて、はい、もうそのまま3に上げちゃっていいですね、はい、F3、うん、サイドブレーキ解除、うん、はい、では安全確認します。1、2、3、1、2、3、よければアイスです。1、2、3、1、1、2、3、よければいきます、はい、ドライブしますね。ではいきます。ギュッと行って、ちょっと前からちょっとちらっと見てもいいかもしれないです、はい、はい、でそのまま大きく回っていいです。はい、はい、合図は出しっぱなしです。でもう一回コース入る前にアクセル力抜いて確認と、はい、コース見たら目が確認と、
良ければ、はい、コースに入ったら速やかに合図を消します、はい、この辺りからもうアクセル踏み続けていいと思います、はい、横断歩道一応位置に確認、はい、では直進です。まっすぐ見ながら25、はい、うん、もう25出てるんですけれども、はい、結構こんな、うん、揺れるんですね。ラーメンを見ながらがいいけど、ラーメンね、はい、はい、ポイントはラーメンで、確か曲がっちょ、酒場の方見ちゃうかもしれない。ガタ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 っていってると思います。キープレフトですよね。その通りです。真ん中です。キープレフト、ちょっと左寄りを、左でいいです、はい、はい、で、おそらくこの辺りで9番あたりでブレーキ、はい、結構早めにブレーキですね。ブレーキでいいと思います。25キロ出ちゃったらもうあとは、はい、ちょっとキープしてもらえばいいです。そういうことです。奥まで頑張んなくてもいいんです。頑張らせていいです、はい、でおそらく、7番入るはずです、はい、7番、はい、ここから入ります。ポンピングブレーキ終わったら 1,2,3 確認、はい、したら、おそらくこの辺りで、はい、1,2,3 で、カーブ差し掛かるあたりで7番あそこです、はい、30m がだいたいこのあたりでした。はい、なるほど。いい感じです。だからこのあたりでセンターに寄せていくと。その通りです。進路変更していくと、はい、いい感じ。だからポンピングブレーキする前に後ろも見てください、はいはい、あとはもうゆっくりです。はい、うん、もうスピード出せっていう決めりは一切ないので、はい、あとはもう離されないように、はい、くっついていくだけです。でありがたいことにウインカーは逆に切れないので、はい、そのままでいいです。では、軽めのブレーキ踏んで右対向車しっかり確認してください、はいはい、じゃあ中心の内側です。7番からまっすぐ信号まで行って信号機を右折です、はい、中心の内側すごく意識してください、はい、で意識したらもうこっち側に来てください。やべえ、2車線2車線になりますからこっち側に来ます、はい、やっぱりキープレフトです。でここで合図を消し忘れしないでください、はい、一回真ん中の車線ずっと行くんじゃなくて左側の車線ですね。その通りです。右側は基本的には追い越し車線ですので、はい、常に左です、はい、なるほど、はい、常に右しか走らないんで、いつも、で一応、はい、ここの交差点見るのかどうかっていつも論になるんですけども、はい、ここは別に大徳の、特別課題やるだけなので、はい、ここは確認いらないっていうふうに、はい、なるほど。でも一応チラチラと見てもいいと思います。わかりました、はい、うん、あと坂の出口見てもらって、ここも思いっきり交差点ですので、はい、この辺りからもう右見て左見て確認ですね、はい、で信号機のあるところ、はい、曲がっていきますので1,2見ていただいて、もう一つこの辺りに来たらここも交差点になりますので、はい、ここで右見て左見て、よければ右に行きます。 1,2,3 4番あたりで合図 1,2,3 交差点の中で進路変更、はい、なんとこの辺りが 30m です、はい、はい、で、あとは車線に寄せながら右見て左見て、はい、で交差点の確認を忘れないようにしてください、はい、で、一応赤だということで止まります、はい、ポンピングブレーキで一応止まります。バケットセンターに出ないようにという感じです、はい、で、おそらく右です、右行って右で9番も右ですか、はい、はい、わかりました、はい、では青になりましたと、はい、右見て左見てとなります、はい、なんかライバルが来た順中型違うただの配達です、ね、ではこの辺りで右って右ですね、はい、はい、言えば横断歩道も確認で右であればもうそのまま右に来ていいですから、はい、で上りの止まりになりますので、はい、ブレーキグッと踏んでてください。はい、はい、で止まりますと、はい、では9番ですね。9番ですということは、9番までちょっと距離がありますので、うん、1回合図を消しますから、はい、1,2 一個一個丁寧にやってるんです、はい、右左ぐらいゆっくりでいいです、はいはい、で見てもらったら9番までちょっと距離がありますので中心の内側を通って一回合図を消します。やっぱりキープレフトしていただいて、はい、もすぐ行きます。そうですね、1,2,3 合図 1,2,3、はい、進路変更10番ではもう進路変更するような感じです、はい、で継続と。では9番入ります。はい、曲がったらそのまま突き当たり左です。はい、では踏切になります。あ、ここにあるんだ。右見て対向車見て中心の内側です。でまっすぐ行きますか。はい、まっすぐで、はい、了解です。そしたら、こっち側のやつは
踏切出た先右とか左とかないですけども、こっちからも2コース来るはずですんで、はい、ここで多分左行くと思います、はいはい、ではやっぱりちょっと合図を消してもらって止まると、はい、でここでガラスをシュッとやります、うん、でしっかり右見て左見ていいですね。ではアクセルグッと踏んでもらって一気に行きます。ガラスは下げっぱなしです。でも10、8番を左です。18番左とか左です。わかりました、はい、うん、では止まれはないので右見て左見て、はい、うん、ガラスどうするんですか。開けっぱなしです。開けっぱなしで。です。では18番いきますね。ここで1、2、3、見て合図1、2、3、交差点の中でしのへこします。はい、で継続となります、うん、で18番止まれがないので、うん、開けっぱなしになると思います、はい、止まれがないから止まらなくてもいいので、はい、そして手こそとか来てで止まればその時閉めてもいいよ。そうです。止まってからじゃないと閉めれない。はい、走りながらしめっちゃ出ないです、ね、大きいですもんね、はい、開けっぱなしでいいと思います、はい、では18番いきます。右見て、左見て、でいよいよ初めての左ですね、はい、巻き込み確認、はい、はい、で18番いつも練習している小回りです、はい、でそのまま19番でしたっけ。そのまま19番を左折、ね、で一回もう出しっぱなしです、はい、もうくっつきながらくっつきながら、でそのまま合図はもう出しっぱなしで確認もいらないですよ、はい、でも曲がりますので巻き込みは絶対です、はいはい、もう1回巻き込み確認、うん、はい、19番また小回りです。うーん、そこから方向変換いきますね。そうですね、はい、そのまままっすぐ42番、はい、沿わせながら沿わせながらもうほんとゆっくりゆっくりでいいです。こういう感じで良いなと思ったら合図を消し忘れしないように、はいはい、ではずっとまっすぐに行って42番入ります。交差点右左、うん、よければ行きます。交差点の中で1、2、3、合図です。1、2、3、進路変更、うん、はい、では42番入ります。42番、はい、では巻き込み確認忘れずにギュッと、はい、見ていただいてゆっくりここも沿わせながら見てください。で入ってきたら合図は消して OK です。はい、はい、でいつも練習してるような感じです。そうですね、あの、うん、ここは別にどっちによっても構わないです、はい、ただやっぱり、ま、真ん中あたり行ってたら一番いいと思います、うん、はいはい、で目的地しっかり確認、確認、このぐらい広いです。そうですね、いつも行ってる後ろぶつかんないで出て行ってるのがあのポールです、はいはい、目的地しっかり確認で、はい、交差点直前まで行くよって言ったのがこれです、はい、ではしないんですけども、はい、右見て一応左見て、うん、でバケットセンター出ないようにしたらいいと思います。はい、スーッと来ていただいて、で、うん、とでここでガラスもう下がってますよね、考えてみたら多分、うん、でも下がりっぱなしでいいと思います、はい、一応ガラス下がってんな確認、うん、でリバースです、うん、で安全確認します。はい、1、2、3、1、2、3したら左側です。はい、1、2、3、1、2、3、全周確認していただいて、はい、あとは今までといつも通り、はい、こういう感じでバッとしていきます、うん、でここだけじゃなくてやっぱりこっちも見ながら、うん、こっちも見ながら、はい、で入ってきたらやっぱりこっちも見ながら、こっちも見ながら、うん、ぐーっと見ながら、こっちも見ながら、こっちも見ながら、絶えずいろんなところを一生懸命こうやって見てください、はい、でこの辺りは入ってきたら後ろ見ながら、うん、後ろ見ながらこうやってやっていくと多分バケットもまっすぐになりますから、はい、で一応こっちも確認、こっちも確認、ゆっくりゆっくりブレーキ引き上げます、うん、でしっかりバケットセンターまで入れると、はい、こんな感じです。このぐらい余裕ありますから、はい、絶対に入ると思います、うんうん、はい、でここで合図を一回消します、はい、左に合図出します。合図を消します。ここで多分あガラス上げるのであれば上げてください、ね、はい、ガラスを上げて、はい、F、エアコンついてるんですかね。ないっす。ないんです。じゃあもう最初から空いてる可能性もありますね。暑いから。
です、はいはい、暑いから空いてる可能性非常に高いです。高いですよね。だから閉めなくてもいいと思います。そうですね、このコロナのこともあるからもしかしたら空いてるかもしれないですね、うん、閉めなきゃ閉めなくてもいいと思います。はい、わかりました、うんうんうん、閉めなくてもいいと思います。はい、では右に出て、ね、右行きますので安全確認します。 1,2,3 良ければ、うん、合図 1,2,3 いいですね。ではちょっと動かして右見て左見て、はい、あとは脱輪しないように、ですぐ右に行くはずです、はい、うん、だから右の合図出しっぱなしで、はい、でもちょっとキープレフトしていただいて、はいはい、でもこの辺りで右見て、うん、左の奥まで見てください。こっちの車も こっちからこう来るかもしれない、なりますので、はい、右左の一応奥、はい、見ていただいて、いなければ、はいはい、確か突き当たりまで確か行きましたかね、止まれまで、うん、そうです、止まれを右、止まれを右ですか、はいはい、でここで合図を消し忘れしないように、うん、していただいて、あとはぐーっと下りになってるのでちょっとスピード乗るかもしれないので、ブレーキ踏みながら、そうです、見通しが下がっちゃうから悪いので、ね、はい、右見て左見て、はい、よければじゃあ右ということなので 1,2,3 合図です。 1,2,3 進路変化、うん、で止まれを右、はい、止まれを右ですね。で曲がったら止まれですの で下りになってますのでしっかりブレーキ踏んでください。はい、しっかり踏んでないと下がっていく可能性ありますので、しっかり止まっていただいたら、はい、右左の奥、はい、はい、中心の内側です、はい、しっかり意識していただいて、行ったらと思ったらやっぱりこう見ながら、はい、見ながら、はい、いう感じです。で次は18番、あ、18番、すぐそこっすねってことは、違うな、ごめんなさい、うん、16番だから奥です。奥ですか、はい、じゃあやっぱり一回合図を消してこのまま、うん、はい、でも、18番目あたりで、はい、ここまで来て18番目、このあたりで、はい、もうちょっとアクセル弱めて、うん、1,2,3、うん、やって18番出たあたり、はい、18番17番の間あたりで合図 1,2,3 進路変更、はい、こういう感じですね、はい、で継続と。16番入ります。はい、軽めのブレーキで右対向車確認、はい、中心の内側で下木左ですから、ね、であればここで斜め45度いきます、はい、でここで合図を消して 1,2,3 合図 1,2,3 で左にこうやって寄ってきます、はい、で合図継続で左に寄っていくと、で小刻みに45度やってもらってますけども、うん、このね大きくやりますから、はい、じゃあ一回赤だということを想定して止まりますと、はい、で左行って、はい、でおそらく見通し悪いところ行くんですね。そうですね、あそこ、はい、いうことで右見て青になりました。右見て左見てでちょっと動かして巻き込み確認、はい、はい、ではいつも練習しているような左です。はい、うん、ゆっくりゆっくりで横断歩道一応確認、1,2確認、はい、でゆっくりゆっくり行っていただいて、で合図はもう出しっぱなしでいいです、うん、距離がないんで合図出しっぱなしで交差点右見て左見て、うんうん、いいですね。よければスーッといって警笛鳴らせが来ますと。ああ、これ忘れそう、はい、これをなんかホッとしそう、ここまで来たら、うん、鳴らしてください、はいはい、鳴らして見通し悪いのでもう止まります、ほぼほぼ、はい、ブレーキ踏みながら右左、はい、もうゆっくりゆっくりになります。自分なんか一回もう止まってましたね、うんうん、1,2 見てからあとじわりで、ここでも斜め45度いきます。でここがちょっと苦しいですね。ちょっとハンドル切りながら 1,2,1,2 でいけるなと思ったら巻き込みです、うん、見てから沿わせながらでここで斜め45度いきます。合図を消して 1,2,3 合図 1,2,3 そうです、あとゴールのはずですね。こういう感じです。ここはちょっとネックかなと。そうですね。でも止まれですので止まれ。であとはさっきやったやつですね。はい。鳴らしでこういったのと同じで止まってしっかり止まっていただいて、うん、右左奥。はい。よければ中心の内側です。でここでも斜め45度いきます。はい、行ったら合図を消して 1,2,3 合図 1,2,3 進路変更。
で極力遅くはしてほしいんですけども、止めないでください、はい、交差点の中で何もなければ止まることはダメなので、はいはい、ちょっとでもいいから動かしててください、はい、止まっちゃダメなんですね。これがバイクで苦しいですよね。ハンクラッチしながらのこれをやらんといかんから、うん、ただオートマなので、うんうん、あとはさっきと同じです。ぐーっと来ていただいて、うん、もうこの辺からもう合わせていく感じです、はい、前タイヤあそこに狙ってて、うんうん、いう感じです、はい、ここはいつも一生懸命練習してもらってるやつを、はい、出してもらえばいいですけども、確かに建物が結構間近にあるからちょっと圧迫感がありますね、うんうん、で、まあ、止まりました。はい、はい、あとは一緒ですね。ニュートラル、うん、サイドブレーキ、うん、はい、で合図を出しましてですね、はい、バケット1に確認下げていただいて、で運動も同じです。合図を消してリバース、うん、エンジン切る、はい、これですね。右見て左見てスーッと行きます。6番2つ目の看板あたりから5番の交差点確認します。1、2と、はい、で例えば右クロス1、2、3、5番の看板あたり1、2、3、3秒経過後中央線中央に寄っていきますと、計測と、じゃ中央線しっかりキープしていきます。対面の交差点確認4番です。右左となります。中心の内側です。意識します。斜め45度いきます。軽めのブレーキ踏みながらギアタイヤが中心の内側になったら合図を消します。1、2、3合図です。1、2、3秒経過の左なんですけれども、踏み切りですのであまりガッつかなくていいです。ガッつかなくて、はい、真ん中中心を中心一気に抜ける、その通りです、ね、はい、はい、ではバケットセンター接線越えないようにで絶対にやってください。ガラスを下げてください、うん、しっかりブレーキ踏んでください。勾配がちょっとついてますので、ではハンドルを持ってから右左の電車確認と、ではバックミラー確認しながらブレーキ離しますと、よければアクセル開けながら左ですので、もうこの辺りで左に、うんうん、ゆっくりレース寄っていってください。では止まるです。右左確認言いません。まずはしっかりバケットセンターじゃないように止まってください。ブレーキグッと踏んでください。ここで、まあ、ガラス上げてもいいと思います。止まるですので、まあ、3秒以上欲しいので、まあ、時間稼ぎにもいいかもしれないですね、うん、では右左と、ではちょっと動きます。巻き込み確認忘れずにと、では小回りです、ね、左離されないようにゆっくりゆっくりでいいです。丁寧に曲がっていってください。でこの時左側に集中するときは前も見ながら、はい、ではあとは離されないように左行くという形、10番の交差点もちらっと確認となります。では左離されないようにスーッと行きます。で11番入ります。右見る必要はありません。左巻き込み確認だけでいいです。右の交差点はありませんので、では11番小回りします。離されないようにここも行きます。信号機左行きますということなので、もうここも左にもウインカー出したままくっついて OK です。じゃあ信号赤という設定でちょっと一回止まりますと、では停線の位置越えないようにしていただいて、ちょっと勾配がついてますのでブレーキグッと踏んでください。信号青確認と、右左となります。ではちょっと動かして巻き込み確認忘れずにと、うん、では左です。離されないように行きます。その前にハンドルを切ったら横断歩道確認ですね。右左と、はい、では中心 R リアタイヤ来たら合図を消します。1、2、3合図です。1、2、3秒経過後進路変更右と、極力スピード落としてほしいですけど止めないようにしてください。では交差点3番見逃さないように右左確認と、中心しっかりキープした状態、中心の内側しっかりキープした状態で寄っていきます。4番いきます。右左確認と、では中心の内側です。18番左行きますので斜め45度です。中心の内側は意識です。リアタイヤ真ん中来たら合図を消す、ゆっくりやります。1、2、3、はい、合図1、
3秒進路変更していくと。18番左行きます。しっかりもう左寄せます。下りになってるのでスピード結構乗ってきます。ブレーキしっかり踏みが、はい、というわけで、今日はね、実際のリアルな試験場にやってきました。でここでね、まあ実際に大型特殊の車で練習することはできないんですけど、コースを自動車学校のね車で練習をしたので、とりあえずなんていうかコースの感じとかそういうのはつかめました。あとはね本番に向けてもう1回2回練習かなして本番に臨みたいと思います。頑張ります。はい、というわけで皆さんの参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。